それではストレッチのレクチャーをしていきたいと思います。はい、ではちょっと横向きで見せますね。はい、まず両足を前に出します。はい、で前に倒れていくんですが、この時に膝がこうやって曲がらないように意識しながら、できるだけつま先をタッチするように前に倒れていきましょう。はい、そうです。では10秒数えます。1、2、3、4、5、6、いける人はもっと深く、7、8、9、10。はい、 OK です。難しかったらね、足首でも大丈夫なのでやってみてください。はい、では次です。足の裏をつけて、そうです、膝をパタ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 、チョウチョみたいにパタパタさせてください。股関節緩めていきます。はい、そしたらおでこがつま先につくように前に前屈していきます。つきましたか？つかない人はね、ついてくださいって感じで、できるだけ息を吐いて前に倒れていきます。では10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。起き上がっていきましょう。余裕のある人は鼻とか顎がね、こういう風につま先につくようにどんどんいろいろ試してください。では足を開いていきましょう。自分の開ける範囲で大丈夫です。痛気持ちいいぐらいのところを目指していきます。はい、そしたらですね、まず右足にタッチ、届く人はね、こういう風につま先をタッチしても大丈夫です。届かなかったら膝とかにつけるのも大丈夫です。じゃあ5秒、1、2、3、4、5。はい、じゃあ今度反対、左足をタッチ、同じように5秒、1、2、3、4、5。はい、 OK です。そしたら今度はシャキン、左手横上、このまま横に倒れていきます。できましたか？この時にですね、体が前になりがちなので、しっかり脇を開いてね、横向きで倒れていくのを意識して5秒です。1、2、3、4、5。はい、そしたらなるべく遠くを通ってもらっていきます。はい、では反対です。今度は2でチョキ、横向きで倒れていきましょう。5秒、1、2、3、4、5。はい、遠くを通って戻っていきます。はい、 OK です。そしたら手はね、今度は前に歩かせていって、何歩進めるかな、いいですね。できる人はここまで、最大まで前に歩いていってください。痛気持ちいいところで止めてくださいね。はい、では最後10秒我慢していきたいと思います。せーの、1、2、3、4、5。だんだん前に歩いてもいいですよ。6、7、8、9、10。はい、ではもう一度手で歩いて戻ってきてください。はい、たくさん伸びたと思うので、ちょっとブラブラしながら閉じていきましょう。はい、おしまいになります。それでは皆さんもやってみてください。バイバイ。